そろそろお戻りになりませんと。ああ。ただいま。さあ、ケーキ買ってきたぞ。お。ちゃんと無断に覗くべからずって書いてあるだろ。ごめん、お掃除してあげようと思って押し入れを開いたら。では私は片付けがありますので失礼いたします。ごめんね。いえ、では。まったく。だってまあ匂ってたけど。いや、ほら、ケーキ。いただきます。ねえ、ん？シンジって、ああいうの好きなの？え、違う。そっか、じゃあ今度ゼロちゃんにアドバイスもらっちゃおうかな。それだけはやめてくれ、お願いだ。なんだ。おご主人様、お仕事ですので逮捕および連行させていただきます。へえ、シンジの派遣会社って変わってるんだね。まあな。私は栗林彩、よろしくね。はい。遅刻よ、早く乗って。はい。あんまり美人なんでびっくりしましたよ。あら、褒めてくれるの？ありがとう。で、協力って何ですか？私ね、調査課よりも警備課勤務が希望なの。今から違法取引の現場を君と二人で押さえようと思って。それに元刑事の君がいれば便利だしね。はあ、違法取引よね。って、何？君も元刑事の血が騒ぐでしょ。わかりました。手伝う代わりに仕事が終わったら一度俺と付き合ってください。あら、私なんかでいいの？いいわよ、取引成立ね。見張りがいますよ。お姉さんに任せなさい。あ、お、な、なんだてめえ。取り押さえましょうか？いえ、違ってたらまずいんで、もう少し様子を見た方が。こんな時ゼロがいてくれたら。おっと、動くんじゃねえ。うまくつかまされやがった。こいつはすげえな。何をやる気なんだ。アヤさん。シンジ君、ここは？そうか、私たち捕まっちゃったんだ。すみません、俺のせいで。うん、
私が油断したから。それに一人で手柄を立てようなんて、こう焦りすぎたみたい。とにかくここから出ることを考えましょう。クソ、ダメだ。だってもうダメよ。私たちここで死ぬんだわ。シンジ君、諦めたらそこで終わりだ。最後まで希望を捨てちゃダメだ。俺にはやらなくちゃいけないことや、俺の帰りを待ってくれている人がいる。だから諦めない。君ってやつは。フィギュアの肌の滑らかな感触もいいが、たまには生の女の肌の感触もいいよな。やっぱり本物には勝てないぜ。そうだな。またヒヒ言わせてやろうか。なんだてめえ。怖いじゃねえかよ。ご主人様、お迎えに参りました。ゼロ、遅れて申し訳ございません。組織を壊滅させていたら遅くなってしまいました。さっきニュースでやってたけど、女性の警備員さんが一人で悪い組織を壊滅させちゃったんだって。ご主人様、次のお仕事です。ん？ご主人様、遅れて申し訳ございません。ああ、ご苦労様。あれ？どうなさいました、ご主人様。三日後に奉納祭があるので、今日はみんな仕入れに町に降りているんです。それで店が並んでいても人がいないんだ。あ、君は、そっか、君が。下田さとみと申します。この度はよろしくお願いいたします。いや、こちらこそ。じゃあ君が亡くなった宮司さんの代理を？いえ、私にはその資格はありません。資格？それでそちらに奉納を取り仕切る神主代理をお願いしていたはずなんですが。俺が？もちろんです。私たちはそのために派遣されてきたのですから。では私は準備がありますので、後ほど社務所にお越しください。おい、本当に今回のターゲットはあの子なのか？ああ、用事が済む頃にこっちに来てくれ。じゃあな、さえ。ったく、ゼロのやつ、ご主人様を置いてどこに行ったんだ？え、なんだ？ご主人様、準備を整えておきました。私、捨て子だったんです。神社に捨てられているところを祖父に保護され、育てられました。俺も一人なんだ。え？俺も子供の頃に両親を事故で亡くしているんだ。君と同じさ。でも、ご覧になった通り、私の体は汚れているんです。祖父の代理なんて務まりません。そんなことはない。君は十分綺麗だよ。嘘。へえ、ここの宮司さんって随分可愛いんだね。え、あ、そうだな。あー、シンジ、何見とれてんの？え？ふん。えっ？
I'm not into it. I'm not into it.